マーシャ・ボールはアメリカ合衆国のシンガー、ピアニスト。テキサス州オースティンを拠点とするが、ニューオーリンズ、R ・アールビーを基調としたサウンドが特徴。ルイジアナ州との宗教のテキサス州オレンジに生まれたマーシャは幼少期をルイジアナ州、川隣町、ビントンで過ごした。5歳の時、ピアノを弾き始め、おばと祖母から習うなどして上達していった。 影響を受けたアーティストとして、マーシャはアーマ・トーマス、プロフェッサー・ロング・ヘア、エタ・ジェームズなどを挙げている。大学はルイジアナ州立大学に通い、卒業後にオースティンに住むようになった。フリーダザ・ファイアードックスというカントリーバンドで活動した後、1978年にキャピトルレコードからカントリー色を押し出したデビューアルバムサーキット・クイーンをリリースする。 しかしこの作品は成功を収めることはできず、キャピトルで2枚目のアルバムが制作されることはなかった。1980年代に入ると、マーシャはルーツミュージックのリリースを多く手掛けるインディレーベル、ラウンダーと契約する。1983年、レーベルデビュー作ソウルフルドレスをリリースした。ここでは、ゲストにスティービー・レイボーンが参加し、ブルース色の濃いサウンドを披露。 今日のマーシャのサウンドの原点となった。以後、マーシャは、ラウンダーで順調にアルバムをリリースしていく。1994年のブルーハウスでは、プロフェッサーロングヘアのレッドビーンズで軽快な、ブギュウギピアノを披露。1997年のレッド目、プレイウィズユアプードルでは、ランディ・ニューマンのルイジアナ1927を取り上げるなど、ルイジアナ、 ニューオーリンズ色を一層強く押し出していった。1990年には、同じテキサスのブルースシンガールー、アンバートン、アンジェラ・ストレイリと共作名義で、アルバムドリームス・カム・トゥルーをアントンズ・レイベルよりリリースしている。1998年には、アーマ・トーマス、トレイシー・ネルソンと組み、シング・イットをリリースするが、これがラウンダーからの最後の作品となった。 この後、マーシャはアリゲーターレコードへ移籍。2001年、プリズームとイノセントでレーベルデビューを果たした。アリゲーターでは、ラウンダー時代のサウンドを継承はしているものの、よりソウル、ポップ色を打ち出しているのが特徴と言えるだろう。ありがとうございます。